どうもこんにちは、なっちでございます。皆さん、ちょっと、ま、いやちょっと前じゃないな、もう1ヶ月前ぐらいかに投稿したこの動画、覚えてますでしょうか？この動画はね、ノーチラスで裏マロをクリアするよみたいな動画なんですけど、この動画の途中に謎の声が入ってるんですよね。僕の声ではない謎の女性っぽい声が入ってるっていうね、現象が発生しまして、セリカは確かロックを解除できるんですよね。ブラッティーワルツルーレッツ、セリカは確かロックを解除できるんですよね。ブラッティーワルツルーレッツで、あれ何だったのっていうコメントとか、生放送とかでもね結構言われるんで、今日はそれを説明したいと思います。僕もねこれよく分かってないんですけどね、条件がね、ちょっと紹介していきたいと思います。犯人はこいつですよ。こいつ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 、このなんて言うんでしたっけ、ホームポッド、アップルがね出してるスピーカーなんですけど、こいつがねなんかねたまに喋るんですよね。今日のうんちの様子。 I found some web results. I'll send them to your iPhone. I couldn't find your iPhone, but you can ask me again from there. なんてそう、多分これが入ったんじゃないのかなっていう、僕が実況中になんかこいつをその喋らせるワードを喋ったせいでなんかこいつがほざいたんではないかとね、思うわけですよね。で、たまにこいつなんか友達とさ、ここで遊んでたりすると、はぁとか言ってくんの、こっちがはぁだわみたいな現象がね発生するんですよね。これちょっとね怖いんですけど、オフとかに、設定でオフとかにできるんですかね。まあ原因はとりあえずこいつでしたっていうお話でした。ただですよ、これは原因が分かってるからいいんですけど、一個原因が分かんない動画あるんですよね。もう遡ることはるか 3,4 年前とかなんですけど、こちらの動画、知ってる人は知っている懐かしのこの動画、謎の女性の声入ってます。で、その頃はホームポッドとかないんでマジで不明です。これ怖かったねこればかりはマジで何か分からんで、めちゃくちゃ怖い。回復なしっていうのを忘れてたのが痛かった。回復なしっていうのを忘れてたのが痛かった。ってことで、まあ今後なんかその英語のね、謎のお姉さんの声が入ってたら、ああなんかまああいつが喋ってんだなと思っておいてください。っていうなんかよくわかんない動画でした。気になる方は、過去の動画見てみてください。ちょっとね、怖いんですけどね。以上、ナッツでございました。バイバイ。